メッシャジアジズベクオグルやジズベコフはアゼルバイジャン人の革命家である。ロシア社会民主労働党員かつヒンメトのリーダーであり、バクーコミューンでは内務副委員などを務めた。しかし、1918年7月にコミューンでの権力を失うと、バクーを放棄して逃亡を試み、カスピ海対岸で ハンボリシェビキ勢力に捕らえられ、同志たちと共に9月20日に処刑された。父、アジズベク母、サルミナズ・ペテルブルク時代のメシャジ1876年1月18日、ロシア帝国バクー県バクー、アジア通り107番地に生まれた。レンガ職人であった父は1889年に、流刑先のシベリアで死亡した。バクーの実家学校を卒業後は、 サンクトペテルブルク国立技術学院へ進み、在学中の1898年から、ロシア社会民主労働党の党員となった。ペトロパブルフスク監獄で学生のマリア・ベトロワが、自殺した際には、学生を救護し,し抗議運動を行った。ロシア第一革命の際にも、革命運動に参加し、聖衣サーク大聖堂でのデモに参加して逮捕され、 クレスティ監獄へ収監されたこともある。1905年にアルメニアタタールに殺が発生した際には多くのアルメニア人を救い、翌1906年にはバクーでムスリムによる自件組織を設立した。同時期には社会民主主義組織、ヒンメトの幹部も務めている。アジズベコフの旧友は解雇録にこう記している。彼自身やっとの思いで、 弁学の機会にありついていたにもかかわらず、アジズベコフは自分を差し置いても他人を助けようとした。腹を空かせた友人のために、ほとんど唯一の財産だった銀時計をペテルブルクの質屋に売り払ったこともあった。誠実さと無欲の結晶であるメシャジはカフカースの学生の中でも特別に尊敬を集めていた。 アジツベコフトメフメトエミーン・ラスールザーデス1908年に技術学校を卒業してからは、バクーで教師として働いていたが、1910年には市議会の労働者代表議員に選出された。また、バクーの貧困層を支援するために文化教育団体を組織し、1913年から翌1914年にかけてストライキを組織し、第一次世界大戦時には、 多くの難民や負傷者を彼らの国籍を問わず助けた。同時期に作家のジャリルマン・マドフルザーでから教育問題への貢献を称してモンラー・ナスレッティン神の創刊号を送られている。1917年からバクウソビエトのメンバーとなり、同年9月にはクウユげンのゼネストを主導。翌1918年3月に発生したミュサバト島による反乱を鎮圧し、 バクーコミューンが発足するとその県委員及び内務副委員に就任した。5月からはバクー軍農民ソビエト執行委員会議長となる。この際に結成された革命防衛委員会からアジズベコフはスラハニ県から離れ革命の秩序を回復し国際的な労働者組織を強化するよう命じられた。アジズベコフは農民ソビエトの組織と 半地主闘争の指揮を行った。アジズベコフの組織的宣伝活動について、バキンスキー・ラボーチー神は次のように書いている。イスラム教徒の村で農民を組織する特別な手腕を、変われ、我らが同志メシャジアジズベコフが、地方人民委員に近日任命される。彼は数日かけて、村々を回り、奴隷化されたイスラム教徒の大衆に、彼らの階級的に対して、 ロシアの民主主義勢力と連携して戦う、よう、ソビエト政府に代わって訴えた。同志アジズベコフの盛んな活動はすでに大きな成果を生み出している。執行委員会は、農村社会でのソビエト権力の影響を認めることを決定した。その後、バクーコミューンで左派が権力を失うと、同年7月31日にアジズベコフたちはカスピ海を渡って、 アストラハンへの逃亡を試みた。しかし8月16日に社会革命党に捕らえられ、9月20日夜にカスピカ横断鉄道のペレバル駅とアフチャクイマ駅の間で処刑された。ロシア内戦後、ソ連政府によって発見されたコミッサールの遺体は一度は幕府に葬られたが、2009年にアゼルバイジャン当局によって掘り起こされ、ヒョブ山へ改装された。 アジツベコフの親族は彼がスベランの母の墓の隣に改装されることを望んでいたが当局はそれを無視し彼らに一切情報を与えなかったそのためにアジツベコフの墓所の正確な位置は今や特定することが不可能になっているアジツベコフについての評価は未だ定まっていない新アゼルバイジャン島やミュサバト島人民戦線などの民族主義勢力からは 否定的に語られる一方で、共産党など多くの左翼勢力からは特筆すべき、意外な人物としてアジズベコフは見なされている。ソ連崩壊後、3月事件における、バクーコミューンの役割の再評価が進む中、アゼルバイジャン国立科学アカデミー、歴史研究所所長のヤグブマフムードフは、アジズベコフが、サビラバド県とビラスバル県で死の舞台を率いて、 大量殺人を行っていたと発表した。その一方で、アジズベコフは3月事件の間に救済委員会を組織し、放火や破壊行為から数千の人命を保護したとも指摘されている。さらに、コミューンの都市経済人民委員であったナリマン、ナリマノフの報告書には、占領状態のカフカースを見たアジズベコフは、シャマヒから戻ると目に涙を浮かべて、 道中で目撃した悲劇について語ったとある。さらに、メシャジの孫息子はこう述べている。メシャジはシャマキとシャマヒ県を監督する地方長官だった。そして、実際に彼はアルメニア人の軍隊による反革命的虐殺からシャマヒの人命を救っている。彼は軍の司令官のもとへ赴き、虐殺と反革命行為を停止するよう要求した。 しかし司令官がこれに耳を貸さなかったため、メシャジは、ナリマノフに電話で連絡し、ナリマノフはレーニンに電報を打った。そして、レーニンはすぐさま逆説への停止命令を下した。当時の幕府で、アジズベコフと共同していたアナスタス・ミコヤンの表によると、アジズベコフは短期な将軍で、最も良い意味に解釈できる革命的共心とすら言えるような影さえ宿した。 革命的情熱の持ち主だったという。ソ連政府は、アジズベコフたちを英雄として検証し、多くの地名や施設にアジズベコフの名が付けられた。メフリフセインは1942年に、彼を主人公とした小説、コミッサールを執筆し、ルスラン・シャフマリエフは1975年に、バクーコミッサールメシャジ・アジズベコフという短編ドキュメンタリーを制作した。 1976年には、都会マメドフが制作したアジズベコフの彫像が幕府に建てられた。この作品によってマメドフは1978年にソビエト連邦国家賞を受賞したが、2009年4月に彫像は撤去された。アジズベコフの記念碑は、アルメニアの首都エレバンにも存在したが、トラックの衝突によって損壊したために撤去された。それは公式には、 事故として処理されたが、アルメニア人のアゼルバイジャン人に対する民族感情に基づく意図的な行為ではなかったかと疑われている。メシャジの妻は、不豪のザルバリエフの娘で、息子の一人は1903年4月14日に、受品監督部門の少将となっている。孫娘のピュスタハニムは、歴史家でアゼルバイジャン国立科学アカデミーの会員であり、 アゼルバイジャン歴史博物館の館長であった。いとこの彦は1994年にナゴルノカラバフ戦争で戦死した。ありがとうございます。